続きまして、えっと、2020年10月のこちらの赤い表紙の昇級試験、盲筆じゃない、皇室の昇級試験ですね。こちらの課題、3、4年生いきましょう。こちらですね。元気よくって書いてあるこちらの、えっ、ー、と、手本ですね。これいきます。えー、っと、この課題は、あれですね、えー、っと、先月、もうすでにお配りしているものと一緒の 提出期限となります。11月15日締め切りとなっていますけれども、私のところに欲しいのは10月の末日なので、前の課題と一緒ですね。えっ、ー、と、3、4年生の前の課題、わかんなくなってしまった方は、ちょうどここに載ってるので、これの後の方、後じゃないな、ちょっと少しだけあと、えっ、ー、とね、何ページ ?15 ページ、14、15ページあたりの ここの3、4年生はね、これですね。息を飲むほどのっていう、これと同じ締め切り日です。同じだと思ってください。なので、えっ、ー、と、今回は2つ同時に、あのー、集めますよ。もう、あの、先に提出している方はね、あのー、今回1個だけに集中してくださいね。はい。では、こちらいきます。元気よく、 ですね、少し拡大をしてうんそうマスね上1個空いてるのでそこ間違えないようにしてくださいでこういうところよく見ると関数字の2ですよねこれねここ線質よく見てくださいグインって上がってるこっちはグインってこっちこういうふうにへこんでるような感じ下がねうんっていうふうに差をつけたいんですでここの実験は ここが一番出っ張ってますよね。そういうとこをよく見て、ぎゅっと突き上げて短い。次は長さを出したい、出したいんですよ。それからちょっと凹ませてあげる、ここ。っていう風にして、真ん中の線に対してこういう位置関係で持ってきています。で、次、縦のあの、払いとこの右のこういう風にグーンって来て跳ねてるような、これですね。これっていうのは真ん中の線を軸にして、こういうラインで来ていますよ。こっからの、 横と思ってください。あんまり下にビヨーンってこう長くしないことね、格好悪くなっちゃうんですよ。で、マスなんで下に行くと出ちゃうなっていうのもあるじゃないですか。今はマスがあるのでそこをそういうふうに考えてもいいです。今後そのマスがなくなった時とか、あの、な,ないところに書かなきゃいけない時たくさん出てくると思いますけど、そういう時に時計が整った時計が書けるようになるためにはやっぱそういうところですよね。気にしていかないといけないので、まず今のうちに気にしておく。 で、この左の部分、こういう風にできていたら、次は、この真ん中の線に対して、今度右側にちょっとこういう風に来るようなイメージです。こう。で、スッとこ、こちょっとね、内側に寄ってきてますよね。寄ってきて、中心線の上に乗っかっちゃうぐらいでも構わないんですけど、ここに今、ちょっとだけ隙間が空いてると思います。こういうラインにしといて、こういう風に少しだけまた上がってきてください。こんな感じ。で、 ま、ギリギリまで来てもいいので、こういうふうに少し上がってくる。っていうふうにして、ここの一番低いラインがだいたいここと同じぐらいにあって、跳ねる直前には少しだけ上に上がってるかなっていう、かなぐらいです。あんまり大げさにやってもおかしいんだけど、これは気持ち上がってるんですよ。で、あの、もう一つ言うと、太くもなってるんですよ。 あの、鉛筆だから太さってなんか出ないじゃんって思うかもしれませんけど、少し太くなってますよね。そう、太くなる分だけ上がってあげようぐらいな感じだと思ってください。そうすると、綺麗に収まります。 で、バランスよくいきますね。はい。ね木です。うーんーと、これ木はちょっと縦長になりやすいところもあるので、ギリギリからいきますよ。高さは上ギリギリなところを狙っていってください。そして、ここにも関数字の3のようなものが見えますが、ここは、これはね、同じようにこれ全部上に上がっていきます。で、質は全部上がり調子でいいんですが、 ここを見てください。左にどんどん出てますよね。どん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 こうやって3本が出てって。こちらはっていうとあまりそれは変わらないような気がしますね。全体としてここの長さとここの長さでこういうラインが欲しいんですよね。だからね、ここがまあま出ちゃうとその斜めのラインが出なくなっちゃうので逆にここは出さないようにあまりね。代わりに左は出してってくださいね。そう。っていう感じでまず1画目。1画目じゃない。2画目か。 で、次、二本目、三本目いきな、こういうふうに、左は出ていきますね。三本目。で、このあたりです。だいたい一緒かな、ぐらいな感じでもいいので、こういうふうにしておいて、次、大事なのは、こ、このあたりを狙ってくるんです。ここだとちょっとやりすぎか。このぐらいかな。うん。っていうふうに、端の方ですね。ね。できるだけ、キューっと端の方。この辺狙ってきて、跳ねるときは、こっちじゃないですよね。 キューッとこういう感じ。なんかちょっとここに何か含まれてるかなっていうぐらいな感じで、こういう風に、このラインで持ってきてあげて、ここからこういう動きをしています。あの、紙の上で鉛筆の動きは、余計な動きはなくていいので、こういう風に来たら、このまんまここにこう来て、ぎゅっ、この向きでこうやってぎゅって今当ててあげて、当ててあげたら、ストーンって下ろすように、今早かったですよね。 これ、ゆっくりし、じゃないんですよ。結構、なんていうかな。直線のように速いような感じ。で、ここのライン見てもらうと、ここより出なければいいです。今ね。下にシャーってやんなかったのは、下に払いっぱなしだと出ちゃうからね。だから、今、跳ね上げたような感じにしました。ここ、スッと下ろしてきて、こう上に上がっていくような感じ。そこからのぎゅーっと っていう,ふうにここここににがりたいいんですこういう,ふうにねこの気持ちが少し現れると随分違いますのでその辺をちょっと見てみもらえるといいかなと思います難しいですよねちょっとねその時系のこともそうだしそのスピード感っていうのは少し慣れてからでいいと思いますがそういうふうにちょっと理解しておいてくださいで「よ」です「よ」はギュッと上がる線短くていいですここはねであ,あの真ん中 ちょっとお尻がこっちにこういうふうに少し出てきてるかなぐらいな感じにしておくとここの幅が結構取りやすくなるので横へのこの動きがないとあの結びが変な形まん丸くなっちゃったりとかちょっとね良くないのでここしっかりとこちらへ持ってくるその時余白ってどのくらいあるかなってちょっと見てください横このくらい空いてるんですよ でもなるべく横横ってこっちまで持ってこようとしてください。これ行きすぎると今度こういう風になっておかしな形になるので気をつけて。なるべくこういうライン、この辺のこういうこの形、スプーンのような感じですね。で、ドン、ギューって感じで、ここのラインよりちょっと長いかなぐらいな、こんな感じがいいです。 で、このカーブの仕方は難しいなって思うと思うんですが、意外と早めな感じで持ってきてください。えっと、ここに、このね、マスのラインがあるんですよ、こういうふうに。で、結構下まで行っちゃうと、これがこう、お尻出せなくなっちゃうので、結構早くなんですよ。早めにこう曲がってきて、こっちね。はい。 九です。中心線からどのくらいなところにあるかなって見てください。入り出し、ちょっと右側。で、左へ行くとき、横の中心ラインに大体同じぐらいの高さにあるかなぐらいな感じですね。まあ横には中心ライン引いてないので分かりにくいですが、だいたいそのぐらい。そしてこの終わりっていうのは右の部屋の結構、あの、頭よりは出てるなぐらいな感じですね。さ、そんな覚え方がいいですよ。 なんか漠然と長い、短いとか太いとかっていうよりは、ここに比べたらこうだよねっていう、そんな覚え方じゃないと、その時々で感覚って違いますよね。なんか、うん。なので、そういう感じで自分の中で認識しておいてください。はい。運動。今回は、あらここの学年もそうですね。新尿が出てきてて。 ポイントですねこういう風になってる時にはそこは落とさないようにしましょうはいでこの「運動の運」という字ですこちらに少し左に出てますよねそしてふわーっとさせた時に結構力抜けてるんですよここ縦の方が入ってますグインこれは点のようなイメージではありますけど徐々に強くなっていきたいそんな感じなのでちょっともう一度やってみましょうここにね初めは結構、えー、と優しめですが 下に行くに従って強くなりたいような、こういうラインですね、うん。で、ふわーっとして力を抜いておいて、次入れるのはここでグッと。いきますよ。ふわーっとしておいて、グッ。こんな感じ。少しほら、濃淡が出てますよね。薄くって、ここ。ギュッてやったとき、ちょっと濃く出てますよね。こんな感じで、グッとやったら、今度方向が違いますよ。かなり内側、短いですが、内側、このラインですよね。 一画目はこのラインですよね。っていう風にして、長さにも差を出してください。こちら側は長くしたらぶつかってしまいますよね、中にね。だからぶつかんないように短いんだけど、でも中に入りたいんですよ。下じゃない。下に行ってしまうと、これとこれが平行になっちゃう。それは避けたいので、なるべく内側に行きます。そして、中の一画目はグインってこうやって上がる線質。で、ここは、キュッと閉まっていきたいんです。なので、 ここの入り出しっていうのは大体ここと揃うぐらいうーん、長さ的には揃うぐらい。入り出しはもっと外ってことです。この機質がギュッと入る分だけ、やっぱちょっと外にあるかなっていうふうに思いますよね。そう。っていうふうにして、ここはまっすぐまっこうっていけばいいわけですけど、からギュッと、こんな感じですね。これもあまり長さっていうよりは、 このギュイーンってこう上がってるようなこのね線に対してこちらはこういう風に反ってるなっていうのが分かれば OK です。で、頭、この縦のラインは結構強め、たあのギュッとしっかり引いてください。引いておいて、下にスーッと抜けて、これはまあ払っても払わなくてもどちらでも、ただ次っていうのはこちらに行きたいなっていうのがあるので、力をスッと抜いて、 で、こちらに行けばいいかなっていうとこです。学校だとどっちで習うかな止めで習うんだったっけ先生も忘れてしまいました。ここからの次はギュッと上がって入れ込みます。どちらでもいいです。これはその時に応じて上でも下でもどちらでもいいけど、ぶまあぶつからないようにちょっと自分であのー、やってみてください。まあ、ここにちょっと隙間。 あとは、ここの関係はね、その時に応じてってさっき言いましたけど、こんな感じでストンと落としてきてくれたら OK です。で、次、どうこれも難しいですよね。えっ、ー、と、これ見ていただきたいのは真ん中、ここで結構揃ってるなーっていうのがわかると思いますが、左、ここ、12二画目。二画目、しっかりとこちらに飛び出してきます。で、ここには隙間があるよねっていうところも見てください。 まず一画目は、こう中心に近いところからスーッと横へ引きます。下に引くと、この子たち全部を圧迫してしまうので、なるべく横に引いてあげて邪魔しないようにする。で、この腹、必ず払うんですよ。ギュって止めちゃダメ。払っといて、その先から、 こういう風に当てていくような、そんな感じで上がってください、ぎゅっ辺の方にありますよね。左側っていうのはもう上がって上がってっていう感じで、あんま下がってきちゃいけないので、こう、必ず上がって。ね、このぐらい隙間があれば OK なので、そこね。うん。で、こう、気質があったその下あたりにこういう風に入れ込んであげるとちょうどいいかな。 あの、こういうのって入れ込みなんですよね。全部入れ込んで、上手に入れ込んであげるとうまくいきます。なんかこれじゃあきつくて入らなそうじゃないって思うかもしれませんが、こういうふうに入れ込んであげると意外と書けますので、そしてこう真ん中書かなきゃいけない時っていうのは、こうくるっとね、鉛筆をちょ,ちょっとくるっとさせてあげて、細いところをこう持ってきてあげるような感じにして、ここ、ここね、 キュッとこれだと今下がったねもうちょっと上に上がってあげるとここと平行ぐらい上がってあげるといいなっていう感じがしますぐらいうんでここキューッとこうしっかりめに入れてあげてこれと一緒ですね運動の運のあの頭の部分と一緒キュッとしっかり入れて真ん中をこうスーッと抜いてきてこのぐらいです ここの隙間、ここの隙間、次にここと、こことってできるような感じ。こういうところは細いところ、えー、っと、あんまり太くさを出しちゃうと潰れちゃいますよね。で、しっかりとこう入れて、ぎゅーっと最後は、なんかね、ここきつい、きつい感じの、あの、下から上にこう持ってくるような、ここは結構きつくていいです。で、ここからの、 ふわって上がるような感じがかっこいいかな。で、字の右下っていうのは結構重たく持ってくるとこなので、ここが、このライン、結構これ、マスのギリギリですよね。だからこれもギリギリにしときます。こんな感じで揃ってあげて、ここからのギュッとしといて、ストーンって持ってきて、この子はね、あんまり下にシュアーってこっち行きすぎない方がいいです。出ない方がいい。ここに隙間が欲しいかなって、こっちが重たくなって、 てるとかっこいい感じですね。そうするとバランスが取りやすくもなります。その辺をね、やってください。はいで次ですね。ひらがなと。とです。とは一画目はこっからこういうこの辺からのあの中心ラインに向かってくるような感じで、そこからジャンプしてす。横へ行くような感じ。 で、このラインでこういうふうに止まってあげるといいですね。はい、広いという字は中心にこういうふうに当て込むようなキュッとして下にスッと引きます。だから入りはちょっと左かなっていうところですよね。で、下に抜いてって力、力抜くんですよ。で、ギュッと上がって、こういうふうに横。こちら、ふわっとします。ここね、あの、隙間がこのぐらい開くといいな。 えっと、ここの部分のふわっとするやり方ね。えー、一回スッと力抜いといて、新たに入れるような感じにして、隙間を開けようとしてください。そして、ぎゅーっていう風に持ってきといて、えー、これは点ですね。これね、優しくから強くなるように。で、ここの感じ、ここの隙間ね。そういうところも見てください。はい、いいわ。 まあひらがな難しいのはこういうしなりだと思うんですが、できればそういうところもね、真似るようにしましょう。ね線を見るっていうのはそういうとこです。入りどうなってるかなって。どのくらいの力の強さでやったらこうなるかなっていうところですね。で、次。はい、心という字もギュッと、だんだん強くなる、ここ。で、この長さ、この下の部分ね、これで、あの字の、うんと、高さかな。 この感じが決まってくるのでここ揃えようとすることですこの辺この辺が揃ってくるはずなんですよでまずここからちょっと高い位置から来ますけどここで揃うのこうしておいて上がってきといてよいしょって跳ねるようなこの跳ね方もちょっとこう何て言うかなこの辺に何か挟まってるかなぐらいな感じの柔らかい感じを持ってきますで点はこう寝かせるような感じですこれね意外と寝てるんですよ こう縦にすると、ここの空間って狭くなりますよね。これを狭くならないようにしたいので、なるべく寝かせようとして。で、2点目の方が大きくて、こちら向きにこうふわっとしてます。これ向きと大きさとか全然違いますので、そこちょっと注意してください。はい。で、矢はふわっとして、こう抱え込むように、そしてそこからの点、繋がってますよ、全部。こっからの、スーッと降りてくるような。うん。 で横に広い字ですよねふわーっとして結構あのー、大きく表現することが多いですこれはねはいで思うです漢字はしっかりめにキュッと入れてくださいこれ頭でっかちな字ですちょっと下がっちゃったなあまりこれ下がると良くないのでうんこんな感じでこう,こういうふうにしておくと今この3本の、えー、っと関係性ここ ちょっと短くないですかこの真ん中ねちょっと短くしておいた方がやりやすいですこここう閉じるのでねで心ですこれ心の一角目っていうのはどの辺から入ればいいのって結構これずれがちなんですよね上下がねだからねこうちょっと外形よく見てあげてくださいこういう形をしてますこれこれがあまりにもこう広くなるとちょっとおかしくなるので ここ最後田んぼの田田のここ最後書きましたよねそしたらここからこっちに向かってるんだっていうところでこの角度ってできてますからこれがビって立ってたらおかしいんですよ立たないはずもうちょっとこっからキューってこういう風にね寝てきてるようなイメージですそしてここからこう揃ってきてこれは今回心ですね 心が2個、あの、普通の単体の心と、こういう風に応用された心と両方出てきてますので、3、4年生は心しっかりやってください。はい。そして、最後。思いやりも大事です。思いやりですね。やり、ひらがな。はい、もう一度出ますよ。こう、ふわっとしておいて、つながり意識しましょう。いやあ。 リは2画目が上に来るように、そして真ん中の線に向かってくるような感じで、少しこちらにふわっとしたのがわかりますかこれ、まっすぐだとなんかちょっとカタカナっぽくなりますよね。で、マスの中で綺麗にうまく入れようとした時に、少しこちら側出していくようにすると、あのー、細くなりすぎず、いい感じに、あの、迫力が出ます。 はい。そしたら、もです。ももこういう感じでかなりこう、なんていうかな、しなってますよね。で、ここはちょっと太らせてあげたいです。ただ、ここで一旦ヒューってきたら、ここで一旦ちょっと止まっても構いませんが、あまりガクンっていうふうにやりすぎなくてもいいので、今ぐらい、今、今書いたぐらいスーッと切って、 こういうい感じでいいいいいかなこのぐらいででいいですでそこからのトントンこれもあの2つのつながりが見えるようになんかうーん囲ってるようなイメージですよねあんまピッピッっていうただの線にならないようにしてくださいそして大字大きいという字ですギュッとこうちょっとこう突き上げるような感じ頭はしっかり出して大きめにで ここはまっすぐ降りてきていいのでここの辺りからこう左へ急カーブするような途中までちょっとまっすぐなラインですよねそしてこここういうふうに来てこの辺にストーンって落としてきてここから横にこうやってね払うようなこんな感じですで下のラインこことここだいたい一緒かなぐらいがいいですで右の下重たくってよく言うので 上がってしまわなければ、同じラインか、もしくは、こちらがちょっと長く、こういう風に出てもいいかな、ぐらいな感じです。はい。で、こと。えー、大事の字ですね。キュッとしておいて、ここ幅はね、このくらいでいいかな。だいたい同じかな。ちょっと上が長くてもいいかな、ぐらいだと思ってください。ただ、一番長くあるべきなのは、ここです。 この子がギューってこういう風に切ってあげたいので、その他は、まああんまり、あんまりなんか主張しなくてもいいかなっていう感じですね。で、縦長になりやすい時系でもあります。この頭の部分はしっかり引いてますよね。この引く感じを出してあげるといいです。で、こういうひし形っぽいラインですね。はい。です。いきます。ギュッと突き上げて、スッとこの辺で、 力が一旦柔らぐような、緩んでいくようなラインが来ると綺麗ですね。巣も、こういうとこしなってください。で、こうしといて、トントン、でストーン、ですね。はい、あー、また長くなっちゃったな。えっ、ー、と、小4でいきましょうか。小、4。 はいじゃあこれで、えー、と10月の末日までにですねはいよろしくお願いします。